HB ウォレットはイーサリアムのウォレットアプリです。それと同時にイーサリアムトークンのウォレットでもあります。資産を管理する方法は様々です。財布で現金を持ち歩く、銀行にお金を預ける、金庫で書類を保管する、そして暗号通貨をウォレットアプリで管理する。 HB ウォレットは次世代の資産管理方法を提供するアプリケーションです。それでは使い方を説明いたします。まずは HB ウォレットをダウンロード、使用する言語を選択します。新しいウォレットを作成を選択し、利用規約、個人情報保護方針に同意していただければ瞬時に新しいウォレットが作成できます。あなた自身の情報はどこにも入力する必要がありません。ウォレットが作成されたら、まずはカードをタップしましょう。イーサリアムのカードが表示されたら下にスライドしてみましょう。これがあなたのメインアカウントのアドレスです。コピーボタンを押すとアドレスをコピーできます。次にカードを横にスライドしてみましょう。これは第2のイーサリアムアカウントです。ラベルを入力することで簡単に識別することができます。使い道に合わせて名前をつけてください。 HB ウォレットでは1つのアプリで最大8つのイーサリアムアカウントを作成できます。続いてパスフレーズについて説明いたします。アカウントの画面からパスフレーズを表示をタップするか、ウォレットトップ画面に戻ってからその他をタップして表示できます。この画面では12個のランダムな英単語が表示されます。これはとても重要な情報なので、誰にも見せずに必ず保管してください。この英単語を保管しておけば、スマートフォンを買い替えた時でもすぐにあなたの資産を復元することができます。しかし万が一12個の英単語を忘れてしまったら、アプリを消してしまったり、スマートフォンを落とした場合、あなたの資産を復元することはできません。ウォレットトップに戻ります。続いてトークン検索をタップ。あなたのウォレットに加えたいトークンを検索します。すべてのトークンはカードのように表示されます。カードをタップしてウォレットに追加を選択しましょう。すると選んだトークンのアカウントが作成されます。ウォレットトップに戻ると、あなたが選んだトークンのカードが表示されます。これでいつでもそのトークンを受信したり送信することができるようになります。管理できるトークンは今後も増え続けます。全く新しい資産の管理が直感的な操作ですぐに始められます。次世代への入り口をあなたの手の中で。 HB ウォレット、ぜひご体験ください。